ワイポーア森林保護区、ワイポーア森林保護区、ワイポーアフォレストは、ニュージーランド北島北部に残る、原生林である。1952年に保護区として、指定を受け、カウリ、アガチスーストレイレスをはじめとした動植物が、保護れている。ワイポーア森林保護区の総面積は2 5トルに、及び、これはニュージーランドにおけるカウリの全分布域の3、4を占める広さである。 他の地域では、稀となった巨木も多く残っており、手松アナヘレやタネマフタといった、マオリの神木も見られる。最大のカウジの森であるとともに、北島では、最大のキーウィ生息地となっている。高原地帯には同じく、ニュージーランド固有種の鳥である、カラスシネレア、ハシブトホーダレムクドリが見られるなど、多くの動植物が生息している。ワイポア森林保護区の近隣には、 ワイマやマタラウアといった森林もあり、この一帯はニュージーランド固有の植物省、動物省を残す地域となっている。ニュージーランドの先住民となったマオリが北島に移り住んだのは9世紀から10世紀頃と言われている。マオリはカウリを彫刻し、カヌーや他の生活用品を作っていた。マオリ以外の人間として初めてワイポアに立ち入ったのは フランス人の冒険家、ニコラ・トマ・マリオンイコール・デュフレーヌである。マリオンは1772年、タスマンやクックラに次いで4番目のニュージーランド来航者となり、ワイポーアの大森林を発見した。この頃からワイポーアの樹木、特にカウリの商業利用に伴う伐採が行われるようになり、1820年にはイギリスへ向けた輸出も始まった。 森林の保護活動が始まったのはヨーロッパ人による発見からおよそ100年経った1876年であった。ワイポーアは先住民であったマオリから2000ポンド町でニュージーランド政府に買い上げられた。当時のワイポーアの森はおよそ8 0トルほどだったと言われている。続いて1885年にはワイポーアはニュージーランドの森林保護政策下に置かれ、 約9 0トルがその指定範囲となった。ワイポーアの森が早期の破壊を免れた理由としては、ワイポーアが辺境であったこと、それに伴い樹木の伐採、運搬が困難であったことが挙げられる。とはいえ、カウり伐採のブームであった1800年代以末には、すでに75%の森林が伐採されていた。 カウリ伐採の最盛期を迎えた1907年時点では、ワイポーアと他の1、2の小さな森林保護区のみがニュージーランドに残されたカウリの原生林となってしまった。この事態を重く見た、王立森林委員会、ロイヤルコミッションオンフォレストリは1913年、ワイポーアの 0.8km 及び、わらわらの森、わらわらフォレストの全体およそ 50km に対し、 ニュージーランドの国立公園として指定した。1920年にはニュージーランドリニア町、ステートフォレストサービスが設置され、森林の乱伐は一様の区切りを見た。しかし、私有地における伐採は禁止されておらず、また1926年に、近隣への入植者の便利のためワイポーアの森を、縦断する形で国道が通されるなど、開発に伴う森林の減少は続いた。 1947年、ワイポーア保護協会のグループは、王立森林鳥類保護協会などの組織と連合し、160km に及ぶワイポーアの森林の保全を目的として50,000人分の署名を議会に提出した。これに追従する請願もあり、1952年7月2日に 80km の森林を自然保護区とする宣言がなされた。 カウリの伐採は1973年に終焉を迎え、国策として森林の保護及び植林活動などが続けられている。ワイポアフォレストトラストは1998年11月にワイポアのカウリを保護する目的で設立されたニュージーランドの自然保護団体である。団体の目的としてカウリやキーウィなど、 動植物の保護と生態系の復元、科学や教育など多方面にわたるワイポーアの価値の認識、保護に携わる人々の協調などが謳われている。ワイポーア森林保護区は2007年初頭に山火事に見舞われた。出火は2月1日、何者かが付近の浜辺で意外か貝類を調理した際の火が原因であった。火は原生林に隣接する。 人工林を焦がし、生態的に重要な湿地の植生を攪乱した。また、新木種、真蓋からわずか3トルの地手まで炎が到達した。火災は地元の消防局とニュージーランド自然保護局のボランティアにより、ヘリコプターを動員した消火活動によって消し止められた。この火災によって多くの樹木が消失し、キーウィなど、 絶滅危惧種の鳥類が犠牲となった。火災による消失面積は2キロメートルを超えると報告されている。ワイポーア森林保護区は熱帯タ,タウリンに分類される。香りに代表される樹木や干木が茂り、それらをよりどころとするつる植物や着生植物が伸びる。香りの場合、樹皮は着生植物の付着を防ぐために頻繁に剥落するので、 樹冠に着生するものは少ない。しかし、樹皮のターンオーバーが低下した大木の樹冠には、しばしば着生植物の群落が発達する、右写真。カウリの樹冠では、コリスパーメムヘイシュタットム、アステリアカ、右写真が群生しやすい。カウリ以外の樹木としては、マキ科の常緑新葉樹であるリムの木、ミロ、マウンテントタラ、などが多い。葉樹では、クスキ科のタワ、 やったれア、クヌニアカのトウワい、などが種である。また、ワイポーアには、大型の木製シダなど多くのシダ植物が生育している。渦を巻いたシダの新芽は、マオリ語で、コル、コルと呼ばれ、彫刻やシンボルマークのモチーフとして親しまれている。以下にワイポーアの、主なシダを列挙する、苗は英名もしくはマオリの故障。臨床を構成する下草もシダが多いが、 皮脂植物としては、カウリグラスと呼ばれる、アステリアトライナービア、アステリアカのほか、ゴニアザンソカーペ、カヤツリグサカや、ツツジカなどが優先する。貴重なカウリの大森林であるワイポアは、ニュージーランド在来種の動物にとっても、重要な場所である。前述のキウィやハシブトホーダレムクドリオ、はじめ、カカ、ナナクサインコ、プラティサーカスエクスミアス、ニュージーランドセンニョムシクイ、 ハイロウギビタキ、ニュージーランドヒタキ、パトロカマクロセフラ、ハイムネメジロ、エリマキミツスイ、インドハッカなど様々な野鳥が生息している。これらの鳥類は排泄に伴う種子の散布を通して森林の維持と拡大に寄与している。ワイボーアニはこれらの鳥類を襲う外敵は少ないが、1890年代にオーストラリアから持ち込まれたフクロギツネが繁殖して、 天敵となっており、これの駆除がニュージーランド全体の課題となってる。もともとニュージーランドには有体類も含めて一部のコウモリを除き哺乳類が分布していなかったため、ワイポーアにも大型哺乳類は生息していない。他にワイポーア森林保護区に特徴的な動物としてカウリスネール、ププランギ、SPP と呼ばれるカタツムリの仲間がいる。カウリスネールは ミミズやナメクジ、昆虫などを捕食する大型の陸外で、殻の直径は最大6から7センチメートルに達する。種によっては20年以上生きるものもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。